すいません、 NV 通販さんですか？私何度かそちらで買い物をしたことのある富樫照子っていうものなんですけど。富樫照子と名乗るこの女性、その正体は東都大学に通う大学院生。実は彼女、個人情報保護法に関しての論文を書くためにある会社に開示の求めを行っているのです。その会社とはカタログ通信販売の会社 NV 通販。電話を受けているオペレーターの名は佐々木美希。 NV 通販お客様相談窓口担当の佐々木でございます。開示の求めとは何なのか、その応対はどうすればいいのか、企業の窓口担当者が知っておくべき基礎知識をこれから皆さんと様々なやり取りを通して学んでいくことにしましょう。突然かかってくる勧誘電話、身に覚えのない理由で送られてくる請求書、人々は自分の個人情報が不正に利用されるリスクに敏感になっています。データベース化され6ヶ月を超えて利用される個人情報のことを保有個人データというのですが、個人情報取扱事業者である企業はこの保有個人データに関して次のような義務があることをご存知でしょうか。どんな目的で利用するのかを本人に知らせる利用目的の通知、そして本人の求めに応じて行う開示、訂正、利用停止などの義務です。これらは総称して開示などの求めと呼ばれています。